世界の鉄道一覧マレーシアの鉄道マレーシアの鉄道ではマレーシアにおける鉄道について記す。マレーシアの鉄道はマレー半島を走るマレー鉄道、マレー半島東海岸の貨物鉄道であるクワンタン、ケルテ鉄道システム、ペナン島のケーブルカーであるペナンヒル鉄道、首都クアラルンプール近郊の都市交通、そしてボルネオ島サバ州を走るサバ州立鉄道に分類できる。 1885年に当時ここを植民地にしていたイギリスが、期間1000ミリメートルの線路を敷設したのが、始まりとされ、隣国イ王国の国有鉄道と合わせて、マレー半島横断鉄道を形成し、国際列車も運行されている。また、シンガポールにも足を伸ばしているが、こちらの方はもともと、 シンガポールがマレーシアから独立した経緯もあり、シンガポール領内の鉄道もマレー鉄道の管轄となっている。また、1997年にマレーシア鉄道公社として民営化されたが、2002年に政府が経営権を再取得した。クアラルンプール近郊では郊外電車も運行しており、長距離列車と区別して、KTM コミューターと呼ばれる。 マレー半島の東海岸で運行されている貨物鉄道である。マレーシア鉄道公社が運営している。ペナン島で運行されているケーブルカーである。現在はペナン州のジョージタウン市電気供給部が運営している。前述のマレー鉄道の KTM コミューターの他に空港連絡鉄道 LRT モノレール MRT が運行されている。 エクスプレスレールリンクがクレアエクスプレスという高速鉄道をキロリットルセントラル駅クアラルンプール国際空港駅間をノンストップ28分で運行している。また同区間をクレアトランジットという各駅停車も運行している。ラピドキロリットルがクラナジャヤ線アンパン線を運行している。ラピドキロリットルがキロリットルモノレールを運行している。 マスラピットトランジットコーポレーションが、スンガイブロー駅とカジャン駅を結ぶ、クラングバレーマスラピットトランジット1号線を運行している。ボルネオ島における鉄道は1896年に、イギリスの北ボルネオ会社が、タバコ輸送のために付設し、現在小滝ナバルの単純あるからテノムに至るまでの 134km の路線で、旅客営業を行っている。しかし、 こちらでも自動車などの進出で収支は貫維しくない。2000年から近隣のリゾートホテル運営会社が道路線を利用して1971年に引退した蒸気機関車の復活運行を北ボルネオ鉄道と称して行っており、運用客車のうち1973年、川崎重工製の全長15メートル弱の4両が一般車から豪華整備に改造されている。 マレーシアのサバ州立鉄道に譲渡され、エンジン復旧と、車体改装の改修工事を行い、車体のカラーリングが変更された8500系また、日本の安らぎの郷合図村に展示されていた、名鉄キハ8500系機動車が輸入され、休行列車として運行されている。2016年から2018年にかけて、中華人民共和国の支援により、 マラッカ海峡に面したセランゴール州から半島山岳部を横断し東海岸へ出て海岸線を北上して大国境付近に至る総延長六百八八十キロメートルに及ぶ東海岸鉄道の建設計画が具体化していたが二千十八年の政変を経た二千十九年一月マレーシア政府は財政負担を問題視して中止させ同年四月に中華人民共和国は 財政再建を行うマレーシアと215億、ンギまで建設費用を削減することで合意した。標準機による路線を計画している、海を隔てて近接。ありがとうございます。